はい、皆さんこんにちは。株式会社かっこいい大人の牛木翔太と申します。今日はですね、これについてお話したいと思います。別ですね、支援者、もうちょっとしたら R マークがつく予定になっています。で、今回も2部制にしようと思っていて、今回はまずその基本、支援者とは何かっていうお話をしたいと思います。で、次回はですね、なぜ今の時代にこの支援者が必要なのかっていうことをお伝えします。じゃあね、この支援者って何かっていうのを今日5分くらいでお話したいんですけども、これですよ、これ普通の支援者じゃなくて、この志、皆さんの志に共感して共鳴して応援してくれる人、これが支援者なんですよ。じゃあ志って何ですかね。夢とかね、目標とか、なんか似てるような言葉ってあるじゃないですか。夢と志って違うそうですよね。志と近い言葉で、使命感とかね、あとは理念とか、これって割と志と近いと思いますね。で、夢とか目標とはちょっと違うそうですよね。じゃあこの辺細かく分析するとまた長くなっちゃうんですけれども、何かこの志、使命感、理念のためには2つですね、これがあるか、世のため、人のためが入ってるからですよ。これがあると志、使命感、理念に近づいていきます。ただ自分が売り上げ上げたいんだとか、月100万稼ぎたいんだとか、タワーマンに住みたいんだとか、結婚したい、これは夢とか目標に近いですよね。でも世のため、人のため、で営業で困ってる人を助けたいんだとか、本気で人生変えたい人の役に立ちたいんだとか、お金で困ってる人を助けたいんだとか、そういうのがあるとちょっと志っぽいですよね。そしてね、これある人結構いるんですよ。プラスこれ、まあそれがこれになってるんですね。強い思いかどうか。あのね、綺麗事をね、薄っぺらく言う人いるんですよ。アフリカで苦しんでる子供を救いたいとかですね、地球の環境を良くしたいとかね、なんか日本の医療がどの子か言う人いるんですけど、半年後に言ってること変わってますよ。あなたか分かんないですけど、それね、綺麗事、これがね、一番嫌いですね。綺麗事、薄っぺらい綺麗事の世のため、人のため言ってる人はいますけど、だいたいね、半年後に違うこと言ってます。まあ3年言ってたら本物でしょうね。3年は言いましょう。僕も本気で生きる大人がかっこいいっていうのは、でも3年どころで7年8年言ってますよ。だからこれは強い思いね、世のため、人のための志持つじゃないですか。これに対して 27% の人、皆さん分かりますね、 27% の人は批判します、悪口言います。それで終わっちゃいますよ。 27% に批判されようが何しようが、俺はこれで行くんじゃいっていうのがあるかどうか、それがこの強い思いですよ。これがあった時に、その皆さんを見て、あ、この人本物だな、この人本当志持ってんなっていうので支援者になってくる。強い思い、そしてそれがやっぱり世のため、人のためになってるか。もしかしたら起業した時とか、フルコミ営業にチャレンジした時って、これはないかもしれません。僕ね、正直なかったですよ。自分の人生変えたいっていうだけで、起業家救いたいとか、格好大人を増やしたいとか、営業マン助けたいとか一切ありませんでした。でもね、それをね、起業したんだったら成長させてほしいんですよ、このレベルまで。最初は自分が稼ぎたいだけど、お客さんと触れ合ったりとか、お客さんの困りごと解決したりとか、ありがとうって言われたりとかあるじゃないですか。そういう経験をして、あ、自分の仕事ってこんな風に社会貢献になるんだな、こんな風に業界変えれるんだな、こういう人を助けたいなっていうね、そのレベルを磨いてほしいんですよ。で、強い思いを持ってほしい。そうすると志になりますから、ちなみに最後、この理念っていうところで言うと、経営理念って言葉あるじゃないですか。経営理念、会社の経営理念、
これ実は経営理念がある会社ない会社で全然売上生存率違うって言われてるんですけども、自分自身の自分の人生の経営理念がまさに志ですよ。皆さんがね、会社経営している人もいれば個人の人もいるかもしれない。個人でも別に起業してなくても、あなたの人生で何をしたいのか、あなたは何のために生きているのか、自分の人生の理念は何なのか、これをね、見つけていってほしい。すぐに答えは出ませんけど、一緒に見つけていきましょう。そういうためのセミナーとかもやってますんで、よかったら来てみてください。じゃあ、ということで5分経ちましたんで、以上で終わりにしたいと思います。それでは、ありがとうございました。